ズッキーニ、トック、桜エビの塩味の煮物の下準備をしていきます。まずトックなんですけども、調理する10分ぐらい前からお水につけておきます。少し柔らかくさせるためにお水につけておきます。釜揚げの桜エビですね。乾燥の桜エビだと味が出にくいので、生もしくは釜揚げの桜エビがいいと思います。あとズッキーニなんですが、もちろん緑色のものだけでも結構ですし、色違いの黄色いものなどがあればお料理の色が綺麗になると思います。きゅうりなどでもこのお料理は作れますので、こういうちょっと細長いウリ科の植物なんかだと作れるお料理なんですね。ズッキーニを切っていきますが、太さ長さいろいろあるんですけども、だいたい3ミリから5ミリぐらいの薄切りにしていきます。火が入って柔らかくなって美味しくなるお野菜ですので、あまり厚く切るよりは3ミリ4ミリぐらいがちょうどいいと思います。ズッキーニは粘りのある水分が切った切断面から出てきます。このまま置いとくとピタッとくっついて、剥がすときにバリッとこう折れちゃうような時もあるんですよ。ですので不要に置いとくとくっついちゃいますので、こんな感じに広げて置いておきます。あと調味料ですね。スープとお塩とお砂糖になります。お塩お砂糖は調理の際にそのまま加えていきますので、これはもうバラバラでこのような準備になっていれば大丈夫です。続いてはズッキーニ、トック、桜エビの料理を作りたいと思います。お水につけてあったトックですね、お水を切ってお湯を沸かして、たっぷりのお湯の中に入れて柔らかく茹でます。トックっていうのはですね、こう張り付いてしまっていることがありますので、水につける時も今から調理するその仕上げの時にもね、ついてたら剥がしてあげてくださいね。柔らかくなるまでしっかり火を通してあげてですね。はい、柔らかくなりました。そしたら薄切りにしたズッキーニを一緒に茹でます。混ぜながら均一にお野菜やトックに火が入るように茹でていきます。こういうね、もしも丸いお玉を使うときは、混ぜたりするときは、押すように引っかくようにすると、このエッジの部分でね、食材を傷つけてしまうことがありますから、柔らかく丸い方で押してあげるようにして混ぜていきます。はい、油で揚げたお肉ではないですけども、浮いてくればね、だいたい火が通ってるっていう目安になりますので、全体を見てね、しっかり浮いてきてますので、これで一度ザルなどに開けてしまいます。鍋の中にサラダ油を大さじ1入れまして、桜エビを、ね、入れます。火加減は中火弱ぐらいですね。桜エビに柔らかく火を通してあげます。強火でやってしまいますと焦げてしまいますので、じわじわじわっと桜エビの周りからシュワシュワっと泡が出るような感じ、柔らかめの火を入れていきまして、桜エビから香ばしい火が通ったエビの香りが出てくるまで丁寧に火を入れてあげます。釜茹での桜エビはね、生臭さっていうのはないと思いますけども、ここで香ばしさをね、少し出します。香ばしすぎてしまいますとちょっと行き過ぎになってしまうんで、少しじわじわっといい香りが出てきたらスープですね。スープを入れて、で火を強めにしまして、ズッキーニトックを戻します。もしここまでの時間でね、例えばズッキーニやトックがくっついてしまっていたら、少しお水を当ててあげればほぐれます。はい、で、スープが入りました。食材が帰りました。ここで調味料をね、お塩、砂糖を入れていきます。はい、一度沸いてくればですよ、優しい塩味の味付けのお料理ですからね、火加減も柔らかく優しく火を入れてあげます。鍋を少し持ち上げてね、こう揺り動かすようにしてあげると、液体や材料が均一に鍋の中に広がっていきますからね。で、少し煮てあげます。煮汁も少し桜エビの、ね、薄いピンク色が煮汁に出てきてます。そうしましたらもうこれで出来上がりです。お野菜もしっかり火が通って綺麗なグリーンが出てますし、ズッキーニの中心は少しトロトロっとした柔らかい透明感が出てきてますね。ここで水溶き片栗粉を少しだけ入れて、優しいとろみをつけてあげます。とろみがね、ついたのがこう材料を動かしてあげると、鍋底に
液体が動くのが確認できますからね、優しいとろみがついてるのが見えますね。はい、これで出来上がりになります。ではお皿に盛り付けます。ズッキーニトロッピと桜エビのオイル出来上がりです。